ローレンス・フィッシュバーンはアメリカ合衆国の俳優、ラリー・フィッシュバーンとも、1982年のロサンゼルスではローレンス・フィッシュバーン3名でクレジットされている。ジョージア州で生まれ、ニューヨークで育つ。12歳よりソープオペラに出演し、オフブロードウェイの舞台にも立つ。18歳の時、フランシス・フォード・コッポラの地獄の目視録に出演。 1988年、アーノルド・シュワル・ツェネカー主演のレッドブルで共演して、広く知られた。チナ・ティナでは、アカデミー主演男優賞候補になり、マトリックス三部作でのモーフィアス役で有名となり、ハリウッド俳優としての格好たる地位を築いた。2008年8月、降板するウィリアム・ピーターセンに代わって、CSI、 科学捜査班第9シーズンから主演することが発表された。CSI は2011年に降板している。これに伴い、フィッシュバーンの公認には、テッド・ダンソンが起用された。日本のアニメのファンであり、マトリックスには監督のウォシャウスキー兄弟から、日本のアニメのライブアクション版といった感じにしたい、という話を聞き自ら飛びついたという。好きなアニメは、アキラ、機動隊。 重票へ押し風調、北斗の剣、クライング・フリーマン、幼獣都市など。1985年、女優、ハイナ・オーモスと結婚した。モスとの間にラングストン、モンタナという二人の子供がいる。モンタナは2010年にポルノ女優としてデビューしており、そのことが原因でフィッシュバーンとは縁を切ったと報道された。モスとは1990年代に離婚している。 2002年9月22日にマトリックスリローデッドの撮影で出会った女優のジーナ・トレスと結婚した。トレスとの間にデリラという子供がおり、ハリウッドで暮らしている。トレスとは2016年10月に別居し、2017年11月に離婚を申請。2018年4月16日に離婚が成立した。ありがとうございます。